にちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。ご飯と味噌汁を食べるだけで、ね、痩せられたりお腹が引っ込んだりってとても簡単でおすすめではあるんですけど、自己流でやると失敗する人が多いというのも事実なんですね。で、なんで失敗するんだろうなと思うと、やっぱり自己流が入ってたり、あとは自分ではやってるつもりなのにうまくできてないというケースなんかがあるんだなっていうのは、すごくこうね、たくさんの方の実践を見てきて思うところです。で、自分でやったらかえって太っちゃったとか、なかなか結果が出ませんなんていう方が多いので、まあ、そういう方をちゃんとこうサポートできたらなと思って、サポートをする体制っていうのを作ることを目指しているんですけれども、まあ、そこは、まあ、私一人ではなかなかこうね、多くの方を見る、ことができないので、うちでは資格、こういうことの、ね、もうちょっと専門的に知識を身につけ人に伝える先生を育てる、そんな資格講座があります。健康食育マスター講座という資格講座で、この私の理論というかメソッドを勉強して人に伝えられる先生になるという、そんなプログラムですね。で、そこで勉強して先生として活躍している方が今全国にたくさんいます。ちなみにね、ちょっと興味あるなという方はぜひ、ね、あなたも先生になってみませんかなんていうのもあるんですけども、本当に多くの人に知ってもらうことが、ね、第一歩ですけど、知るだけではなかなかうまくいかないとか失敗しちゃうっていう人をできるだけやっぱりこう、ね、サポートできるようにしていきたいなというふうに考えて、まあ、やっています。で、そんな先生方ですね、全国にいる先生方が、皆さんにお伝えするレッスンなんかも個人でやっているケースもたくさんあるので、健康食育シニアマスターで探してお近くの先生がやってたらそちらに相談するっていうのも、いいと思いますし、まあ、あとは、そういう先生たちの活動を応援する、形でお腹痩せレッスンっていうのを、やっています。で、お腹痩せレッスンでは少人数制、まあ、マックス6人までですね。もう本当に、近い距離で、レッスンをして、で、まあ、それぞれうまくいかない原因って結構それぞれ違いますので、まあ、そういったところを先生からフィードバックもらったり、まあ、サポートを受けたい方はサポートをする受ける機会があるっていう、そんなレッスンがあります。まだなかなか全国で開催するところまでには至っていませんけれども、エリアごとに時々やっていますので、ぜひ興味ある方はお腹痩せレッスンで、検索をしてみていただき、メルマガ登録されると割引になるそうなので、ぜひ直接先生に相談をするというのを、そういう場があるということを知っていただけたらと思います。で、私ではなく、うちで資格を取った私の、ね、考えを学んでいる先生たちが、レッスンをしてくれます。ぜひ行ってみてください。お腹痩せレッスンのご案内でした。